トンスキの下克上秘書になるためには手段を選んでいられません。第2部、星に。高い魔力を持っており、たまたま魔法使い枠が開いたために無事に貴族になった主人公の人族のメスが秘書になって神殿にある本を閲覧する権利を求めて奮闘するシナリオ。この漫画の面白い部分は、主人公を保護し寵愛している貴族は一貫して貴族以外の人族を虫を見るような認識でいるという部分で、主人公は虫から貴族という人間になれたから人間としての扱いをするが、主人公の家族は虫のようなものだし、主人公が町を浄化したりインフラを整備したいというのを手助けするのは自分の娘が夏休みの自由研究でコオロギの観察日記をつけていて、コオロギの炭ゼリーを置いたり枯れ木を置いたり水飲み場を作りたいとねだられたので、上層教育の一環として手助けしてあげようという感じがディモールトベね。この漫画に出てくる貴族はいわゆる重度の人間病の患者なので、そのちぐはぐさだったり違和感、滑稽さがうちらおまんじゅうは面白おかしく読めるので、うちらおまんじゅうからしたら貴族も平民も等しくうんこ製造機だし、うちらおまんじゅうはあんこ製造機でしかないからね。封建制度の技前な部分もとてもよく表現されており、主人公に立てついた奴らは塩漬けしておいた罪も全部かぶせて全部格好うまく立ち回れなかった、お前が悪いしてなかったことにする技法などが中世ではありそうな感じの作りがディモールトベね。この漫画は一部から一貫して面白いので大変おすすめ。